皆さんこんにちは。さあ今日はね、ちょっと G6 Max で一つね、気づいたことがあるのでね、ちょっと今日はそのお話をします。こちらはですね、 G6 Max のこのプレート、部分なんですが、これね、よく見るとよいしょ、左の方ね、この図を見るとこの左の部分、これロック解除で、右がロックっていう風な表じゃないですか。でこの通りにこの下のレバーを操作するとどうなるかというと、ロックする方向にね、このレバーをね、動かすとプレートがね、これ動いちゃうんですよ。で逆にこのロック解除のマークですね、こっちの方向に下の、ノブを締めるとロックなんですよ。これ何故こんな仕様にしたのか、ちょっと僕わからないんですけど、皆さんの G6 Max もこうなんですか、それともこれ僕だけのなんかこう個体差なんでしょうか。ちょっとそれはよくわかりませんが、うちのね、この G6 Max の、レビュー動画の方のコメントで書いてくれた方も、ロックの方向にしたらプレートがすっぽ抜けたっていうね、報告があったので、僕もよく見てみたら確かにそうなんですよね。この右の方向にレバーを持っていくと、プレートのそのロックが解除され、逆ですよね、こっちの方向、ロック解除の方向にノブを動かすと、もう閉まって、プレートが動かなくなるっていう、ちょっとねこれは僕使っててね、不思議に思いました。うん、まあまあ僕自身はその自分で使う分にはまあそういうもんなんだろうと思って気にせず使ってましたけど、まあコメントでね書いてくれた方がいたので、今回ちょっとこの話をねしてみました。もう一度解説します。このレバーをね、この図の左の方に持っていくと、このプレートが固定されてロックされます。で逆にこっち右の方向ですね、こっちに回すと、プレートがロックが解除されるのでね、そこだけ気をつけてください。はい、僕もね本当自分で使う分には特に気にしなかったんですけどもね、こんな風にまあ言われて初めて、まあちょっと動画作ろうかと思ってね、今回やってみました。ちょっと短いですけどもね、今回は、そんな感じでこのプレートをね、G6 Max で乗せて使う場合にはちょっと注意が必要ですよっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。